願いします。今日の企画は寝てる人にナンプラー垂らすドッキリ。今日はね、赤崎くんにドッキリを仕掛けたいと思うんですけども、今日もねちょっと赤崎くんと撮影して、赤崎くん今こちらの部屋で寝てるんですけども、今日用意したのはこちら、これナンプラーで、めちゃめちゃ臭い調味料を入れてる。赤崎くんの口に何滴垂らしたら起きるのかというね、検証企画になっております。前回からねまたやらせ疑惑が出てきてるんで、あくまで僕らは勝ちでやってますから。全員なんかやらせやりそうな顔してますそれでは早速やってみよう。はい、うわ、くっさっ、くっさい、ちょっと、ちょっとまだわかんない、どこに入ってんだ赤崎くん。何これ、何これ、これ赤崎さん、これどう赤崎くん、え、何くっさ、これ赤崎くん、いや、入ってんすよそれが、臭いやつが赤崎くん、え、これはね、あの寝起きナンプラードッキリです。うわー、くっさいな、これナンプラーって何すか。これはね、いや、とりあえず臭い調味料です。臭いんすけどじゃあ、ということで、いやいや、これはダメですこれ、辛いとかよりもダメ。じゃあ、それじゃあもう一回、赤崎くん、いや、なんか、いや、布団が臭い布団が臭い、いや、うわ、くっさ、これやばいな。え、なんすか、これはダメだ。え、これ何に使われてるんですか、ナンプラーって。これいや、ちょっともう考えたこともありません。でもあれです、あのタイ料理の基本調味料って書いてある。いや、臭っ、はい、もうタイ料理食わんわあんま食わんけど、そもそも。いや、ちょっとやっぱ今回もやっぱガチでね、やっぱこれぞガチ、ちょっとこれは迎えに行けないですね、これなんすか、これは迎えに行けないです今まで。いやいや、無理ですこれ迎えに行くふりじゃないと迎えに行くふりとか言ったらまた今までがやらせみたいになるから。今回もやらせじゃないの、赤崎くん、ちょっと。いやいや、これ危ない危ない危ない、いや、これ危ない危ない、これ俺のベッドだから。何もう巻き添にします、何聖域に巻き添にします、ずるいよ。いやいや、これやらせだとしてこれを入れるって言われて OK するわけないでしょ臭すぎるってじゃあ赤崎くん、4滴ぐらいですか今回は。4滴ぐらい垂らせたのかな、口に。4滴の量じゃないですよね、これ。だから、いつも通りの、ダラダラ、ダラダラ垂れるやつじゃないですか、これ。はい、なんか、ラー油とか、いやいや、いいっすよ。そんなこと言う子には。いやいやいや、そんなこと言う。変なこと言う子には。変なこと言う。今回の、検証結果、いいかな、ちょっと。どうだろう。検証結果ですか、あ、わかりました。はい。じゃあ、今回の検証結果。はい。ナンプラーは、料理に使わない方がいい。はい。目つき悪すぎだろ。何ですか。なりますよ、それは。いや、やめましょう。本当に。これは。変なこと言えなくて。
もう廃棄してください。廃棄はできないともったいないから。いやいや、もう。もったいないから廃棄はしないけど。臭すぎる。臭いこれ。これはやばいわ。これ一番やばいかも、今まで。やばいですね。いいんですか、布団。これやばいでしょ。もうここはいいです、最悪。いいんですね。はい。取れないと思うよな、これ。いやぁ。終わってないんですか。東京挫折組です。お願いします。